スタファビジョン。スタファさん、これ前回の あれですね、はい、あれなんか苦労してきたやつを、すごい苦労したじゃないですか、ね、いきます。じゃーん、おできてますね。もうこれお家でやってきたって感じですか。もうリベンジ、うん、これは、はい、カメラマンさんが5分で作りました。ガチョーンできなかったのね。なんでだろう。まあね、その辺はね、冷静さを欠くとね、あんまりこう その辺をね、心の中に傷として持たないで今後も上向きでいきましょう。頑張ります。あ、なんかマジへこんでます。今回はカシオのデジタルカメラ、エクシリム BX-F1 です。これなんですけどもね、うん、どうですか、でっかいですか。大きいですね、ちょっと。やっぱり、はい、ちょっと持ってみてください。よいしょ。あ、重たい。結構重いですか。ですね。でもですね、すごく高性能なんですよ。まず例えば、うん、ここに60フレームパーセコンドって書いてありまして、秒間60フレームっていうのは、要は1秒間で60枚の写真がドラララって撮れちゃう異常な速さなんですね。で、その辺が売りなのと、あとはですね、ここにHSHD とかって書いてあるんですけど、うん、ハイビジョン対応だったりとか、この HS っていうのがですね、ハイスピード対応って言って、中でハイスピードで撮影をしてるんですけど、その映像動画なんですけど、どう見えるかっていうと、超スローモーションで見える。あ、じゃあハイスピードっていうのは見えるのがハイスピードじゃなくて、この人が頑張ってるのがハイスピード。すんごい速いです。すんごい頑張ってて、で、ね、僕らが見ると頑張ってるのがもう克明にちょっとずつ見えるわけですね。あ、まあ、鳥が魚をピッ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 バチッて加える瞬間とかですね、そういうのをゆっくり見られるのができちゃうんです。すごいんですよ、うん、映像を見ると欲しいと思いますよ。ちょっと、ま、どんなことか見てみないと、あ、なんとも言えないわ私はと、うん、私のお眼鏡にかなうと思ってるな、あなたは。いや、ちょっとやっぱり大きすぎるんですよ。できんのかお前みたいな。今ですね、ここに100円玉を用意しましたんで、はい、これを上からみのり先生に落としてもらって、うん、300フレームパーセコンド、つまり普通に肉眼で見ているのの10倍ゆっくりしたスピード、うん、10倍スローモーションですね、を撮りたいと思うんで、じゃあ緊張する、落としてください。いきます。ちょっとずれちゃったけど、うん、おお、こんな感じで、ほら楽しい。します、ね、なんかもうこの瞬間見たことないでしょ。なんかこういうどんな映像を撮っても感動的な瞬間に、すごいんだ世界、うん、自然に感謝みたいなね、うん、でそういうのが撮れるんで、何撮っても面白いカメラとして、もう大きさとかなんか重さどうでもいいから面白いんだよこれはって感じで、うん、すごく楽しい。で今まあ、10倍のスローモーションでやったんですけど、今度20倍の600フレームパーセコンドってさらにゆっくり見られるモードがあるんで、それをまた100円玉でやってみましょう。はい。おお。すげえ、なんか、なんか意味がある映像みたいこれ。おー、すごい。あとね、これね、ちょっと学術的というかね、絵っていう面白いところがあったりして、例えばこれ LED の時計なんですよ。うん、はい。こんな時計ですね。うん、つきました。こうやって数字がついて、はい、ちゃんと設定すれば時間が出るんですけど、はい、これ全部数字がついてるように見えるじゃないですか、はい、でも実はこの LED の、7セグメント LED って言うんですけど、うん、これつけて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 っていうのをすごく高速でやってるんですよ。すごいスピードで切り替えて、うん、電力を節約してるんですね。あ、すごく早く動かすことで目の錯覚ですね、全部ついてるように見えると。これをですね、このカメラで撮るとどうなるか見たい。これで撮ってみたんですけど、再生しますと、あー、すごい。ほら、もう科学の目ですよ。すごい。LED。感動。感動しますよね。で次はですね、はい、模型のヘリコプター。でこれがリモコンですけど、これをバッてやるとですね、羽が回ってピュッて飛んできますんで、はい、その瞬間を撮ってみたいと思いますんで、お願いしますって言ったらまた例のお得。ぜひ。初フライトですけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ、絶対 OK ですよ。 OK ですから、とりあえずギュッていけばいいんですよ、ね。まあ、ギュッていけばまあ大体 OK なんで、はい、じゃあお願いします。あ、ほら、あ、ほら、何にぶつかりました。いや、いろいろぶつかって大丈夫ですよ、まあ、燃えなきゃ大丈夫ですか。本当ですか。大体、おお、これでメインローターが回転し始める予定。 お
これ模型少年は楽しいですよ、めちゃくちゃ。ちょっとこれたまんないですね。これなんかでも本物のヘリっぽいですよ。重量感が、あーっていう感じですね。すごい。意外に、意外にいいですね、これ。これね、模型飛行機とかをやってる人はこれで撮ると自分のなんかちっちゃい模型がものすごい重量感で見えるんで、うん、新たな感動があるかもしれないですね、うん、今度外に出てちょっとなんか撮ってみましょうか。LMNOP。 そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。サバさん、今回の粗品は何ですか？はい、今回の粗品はですね、パイロットのフリクションボールっていうボールペンなんですね、はい、書くと、うん、ボールペンね、うん、で、これがですね、このボールペンのお尻の部分でこすると消えた。あら、消えちゃう。あら不思議、あら便利と。ちょっとインクっぽいですけどね。あ、そうなんです。実はですね、これあの熱によってインクが消えるという。なるほど。あ、本当だ。全然何でもない。これここは消しゴムに見えるんですけども、ただの樹脂で、まあ、あの擦ると加熱するんですね。あ、本当だ。というパイロットのフリクションボール、すごい。そこそこ気になる。LMNOPというわけで、超スローモーション映像を撮りに外に来てみました。早速これでですね、シャボン玉を吹いて、はい、その状況をこれでスローモーションで撮ってみたいと思うんですけど、練習からいきますか？練習します。せーのダメですね。意外と意外と難しいですよ。あ、なんで赤垂れたし。じゃあお願いします。どうか。もう出てきてます。お、うん、じらしますね。あ、すごい。あ、いいですね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 。すごい、割れました。割れますね。ちゃんとこの弾ける瞬間見えますね。あ、楽しい、楽しい。あ、クラッカーやりたい。お願いします。いきます。なんかこの人嬉しそうですね。まだちょっとドキドキしてる感じですね。さあ、ここで、どこで、あ、目がビビり始めた。お、いいですね、瞬間ですね。なんか全然すごい、クラッカーってこんな塊が出てくるのって感じですね。このね、実はですね、この表情がね、かなりビビってて面白いですね。クラッカーより。やっぱ外で撮るといいですね。いいですね、たまには外がいいですね。そうですね。それからですね、あの動画、まあ強いカメラなんですけど、うん、普通の時は、普通のスピードの動画を撮ってて、ポンとボタンを押すとその瞬間からスローモーションになって、また押すと元のスピードになるっていうモードがあるんですよ。あ、どんな時に使うかっていうと、例えば運動会を撮ってて、うん、うちの子が走ってきて、でゴールして一番らしいっていう時にスローを押すと、そのゴールの瞬間だけ感動的なスローモーションで撮れる。なるほど。一連の動作でボタンを押すだけで、あの撮影のスピードは切り替えられるんで、意外といろいろ遊べる、うん、お、例えばですね、ここをみのり先生が走ってきて、はい、カメラの前でジャンプして、そのジャンプの時だけスローモーションにすると、走っただけなのになんか感動的な瞬間になってしまうという。見たい。ちょっとやってみましょうか。はい。で、今撮れたのがこれです。ほら、感動。なんかあったのっていう。これ何の場面だ。ちょっと最後のぐちゃぐちゃになりますけど、感動的。ね、もうこのなんか生命というのを感じる。感じます。面白いでしょ。すごい面白い。というわけで、スローモーション動画を結構見ていただいたんですけども、他にもですね、あの秒間60個まで連射ができるという機能がありますので、うん、それもちょっと試してみましょう。はい、ちょっと三好先生、あそこで跳ねてください。いいですか？ジャンプ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 で普通にポンって飛んじゃって、思いっきり足を上げながらジャンプいきます。はい、せーの、普通の一眼レフだと秒間10個のまでいかないんじゃないかな、うん、そうですね、そんなにはいかないんですけど、これ60個までいきちゃうんで、もうビデオのこのコマ送りはだいたい30コマなんで、それの倍の量が取れる、うん、
じゃあもう全然高橋名人なんかすごいですね。高橋名人結構懐かしい感じですね。でこれちょっと動画状態で出ますけども、あこれが全部一枚一枚の、そうなんですよすごいフレームアウトしてますけども、すごい、ほらこの瞬間すごい、あなんか飛んでますね。飛んでますね、結構飛べましたね。私かなりいい感じですよ、若者な感じ。あーすごい、お腹も少し出てますねじゃあちょっと次は引っ込めて飛びます横回転、横回転したい、横に回ってみたい。じゃあぜひお願いします。それじゃあお願いします。はい行きます、せーのあーいい感じですね。もう横回転、おーすごい、ちょっとマウンちゃんみたいじゃないですか。あなんかちょっとスケート感がありますねマジで楽しそうですねちょっと本当に楽しくあらあら、私もやればできるじゃないですか。できてますよ、うんうん、今後はこういう方向で活躍してほしいですね何とってもこんな瞬間があるのっていう面白さが、すごいなんか決定的瞬間みたいなのが撮れるなんでちょっとまあ高いカメラなんですけども、そういう他のカメラでは撮れない面白い映像を撮りたいんだったら、うん、これが超おすすめ。